オリジナルビデオアニメーションハンターハンターグリードアイランド完結編特典映像パート3。うわ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 、皆さんこんにちは。あなたの竹内純子です。私の三橋かな子です。はい、ではないです。はい、はい、ついに3回目となりました。特典映像、今日も私たちでお送りしていきたいと思います。はい、よかったね。盛り上がっていきましょう。盛り上がるよ。ボン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 盛り上がるよ。はい、はい、でですね、この特典映像は毎回毎回ゲストを呼びまして、いろんな質問をして、はい、ああでもないこうでもないという談義をする、そういうコーナーになった。そんなコーナーなの？ああでもないとかこうでもないという話なの？変わってってるよね。そうだね。ゲストの方のお話を聞こうというコーナーでございます。はい、で待って、今日は誰かな？はい、今回はですね、なんとビスケットクルーガー役の木村アッコちゃんです。わー、アッコちゃん、アッコちゃん、おいでおいでおいで、どん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 、今こけました。どん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 、真ん中へどうぞ。ありがとう、アッコちゃん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 、落ち着いて、落ち着いて、あのね、私たちが進めないと全くもって進んでいかないんですのよ。すいませんね。ちゃんと一緒に話していきまーす。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハンターハンターの話ですよ。そうですよ。ですね、レーザーたちとの対決。読んでる。全然読んでますけど、ほらやったじゃん。まずレーザーたちと対決するときにさ、うん、1回目はちょっとこれじゃ勝てないぜって言って、ちょっと情報収集しようぜって、うん、キラーこれをピンと頭使ってやったやつ、うん、お前らわざと負けろっていう、うん、ね。あの時さ、結局キラーやったの、あれ、あ、やったのか。キラーすごいやった相撲で、だほら、あ、そうだそうだ、相撲で、はい負けって自分から土俵出た。あ、そうだ。ゴムはフリースロー。フリースローね。フリースローひどいんですよ。まあ見ればわかるんですけど、はい、ぜひ見てください、ね。フリースローさ、はい、肘キュッて入れるよね。締めますね。綺麗なね。で、本当ちっちゃい子で、まあ、ウペって投げるときは確かに肘がピュンって上がってるよね。うんうん、ね、そんな状況。ゴンは子供だから。子供だから。おかしいだろ、ゴン。あんだけ筋肉質なのに。あんなに運動できそうなのに。うん、こんなん。とね、うん、一緒みたいなね。で、あれマジでやって負けたんでしょ。うん、ゴンはね、球技をやったことがないとか。スポーツほとんどやったことないって言ってたよ。そう。ね、キラに言われてたもんね。どこだよ。クジラ島はよ。思っちゃうよね。クジラ島一人だったから。あ、そう、お友達いなかったからね。かわいそう。で、続けて、まあ、あのちょっと密かの全裸シーンがあるわけですが、うん、まあ、皆さんも ね、見た方はドキドキしたと思うんですよ。ねえ、びっくりだね。私ね、アフレコの時にね、こうセリフを自分で言うんだけど、うん、その前にお、お、おってっていうかさ、あのさ、あれじゃない、あ、どこまで下がっていくの、どこまで下がっていくの、ね、見ながら、ね、すっごいとこまで下がってなかった、うん、あれすごいキリキリだったよね、びっくりした。原作の漫画読んでる時もね、わっほいって聞こえなかったんだけど、アニメでもあんなにね、忠実に ねわっほいってなるとは思わなかったよ、ね、で、みんな内心、ひろきくんダメって思ったんだよね。ひろきくんダメ、それ以上見せたらダメでしょ。ひろきくんダメでしょ。ひろきくんじゃないですよ。ひろきくんじゃないんだけどね。見たかないしね。びっくり。ビスケの話をしましょう。はい、そうね、ビスケ、うん、アコちゃんはこのグリードアイランド完結編でビスケ役をやることになりましたが、はい、ビスケをやるにあたって何を気をつけてますか。うん、気をつけてること、うん、ビスケはそうだな、結構なんて言うんだろう、見た目と中身のギャップがあるんじゃない、うんうん、あの辺が面白いなと思って、ね、そう、見た目はすごく可愛いんだけど、うん、中身はすごいおばさんっていうのがすごく楽しいところだから、うん、それをこういいバランスで表現していくのを気をつけてる、うん、なるほどね。絶対やってて楽しい。楽しいと思う。だって漫画で出た時はやりたくてしょうがなかったなんて性格の悪い女だと思って。ねえ、ね、うん、まあできないんですけどね。まあできないんですけど ね、でも家ではできるじゃん、人に、うん、やっちゃう、やっちゃう、やっちゃうよね。分かる分かる。なんとか出したって一人でやってじゃあところで、アッコちゃんはあのもう一つ気になってるんですけど、ミト、うん、さんですよね。うん、そう、うん、そう、うん、ミトさん、ミトさん、はい、ミトさん、ゴン、違う、ね、ビスケ、あ、なるほど、ゴン、ゴンだわさ、ミトさん、ちょっと待って、ちょっと待って、気持ち違うんだけど、気持ちは違うんだけど、行かないと多分ね、分からない、そうだよね、うん、これさ、ミトさんをやってそれでビスケもやることになったじゃない、うんうんうん、でも。どっちも女性だけど、どっちも性格が全く違うじゃない、うん、違う違う、やっててやっぱり楽しい、うん、なんかね、
どっちもちょっと保護者的な感じじゃない、ね、ね、お母さんっぽい、ね、うん、保護者なんだけど、ミトさんは母親っていう、うん、なんていうんだろうその流れでいくとじゃあビスケはビスケはね、すごい難しい、ビスケはねもうちょっと自由なの、あ、うん、お父さんじゃないよ、隣のおばさんだからなんだろうな、もうちょっとね、指導者だよね、うん、指導者であるんだけど、2人を見守ってる、見守っているんだけど、もうちょっと自由な見守り方なんだよね。あ、そうだね、確かに、そんな感じがする。なんか枠がちょっと広がってるよね、うん、そう、広い。それ以上言ったらバコンってぶたれるような、そんな感じミドさんはダメでしょってこと言うと、そうそう、ちょっとね違う、こう、うん、関わり方がね、うん、違う、確かに違う、うん、やっててもね全然違うんですよいや、まだまだね、皆さんも聞きたいこともあると思うんですが、うんうん、それはまた別の機会に、別の機会に、ね、はい、はい、私楽しみは取っておきましょうよ、うん、ね、これぐらいにしときましょうね、はい、じゃこれからもね、うん、3人で、3人でか、3人で、でも一応3人ほら1組ですから、うん、そう、今だからね、ハンターハンター、うん、盛り上げていきましょうね、行きましょう、よし、頑張るぞ、おー、頑張ります、イエーイ。ところで次回のゲストは誰になるのかな、はい、私から、はい、なんとあの方がいらっしゃいます。どの方？あの方です。あいつ？あいつ？ある意味あいつですけど、あんにゃらけ、まあ、先ほどちょっと話題にも出た方が、うん、あ、裸？え、はい、もう皆さん分かっていらっしゃると思うんですが、そう、はい、ひそか役の高橋ひろきくんが来てくれます。じゃあひろきくんには目いっぱい突っ込んでいきますから、皆さん楽しみにしていてください、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう、はい、バイバーイ、はい。